皆さん、こんにちは。土まきでございます。今、朝の9時です。寝起きです。ベッドのすぐ横にカメラを置いて、起きた瞬間から、今日は動画を撮ろうと思ってました。暗い。で、なぜかっていうとですね、今日はズチはお休みの日なので休日の一日を皆様にお見せしようと思って朝から動画を回しております。で、本日のメインが美容室に行くことなので、Vlog 的な感じでゆっくり皆さん見ていていただいたら嬉しいです。では、ちょっと歯磨きしてきます。すごい。寒くて動けない。もう一回寝たい。でも美容室があるから寝ちゃいけないけど。眠い。夜更かしちゃいけませんね。眠い。ビビちゃんが吠えてる。ビビちゃんにご飯で行かなきゃ。よし、歯磨き終わったのでお風呂に入ってきます。よし、これでメイク完成です。で、髪の毛を乾かして服を着替える。では、これで準備が終わりましたので、今から美容室に行きたいと思います。今日は
土曜日だからすっごい人が多い。いつもですね、ツッチが美容室に行ってるのが原宿なんですよね。なので本日は原宿に来ました。この H&M の上なんですけれども、この7階、アルティファータです。今日はとうとう髪の毛をブリーチしたくなってしまったので頑張ってたけど、はい、で、もう本当に髪の毛がもうダメだよってところはもう全部切っちゃって、うん、まあ、短くなっちゃってもいいかなと思ってます。うん、どんぐらい短くなるかなっていう感じではあるんですけど。なるほどね、はい、例えばもうマッシュまでしたいとかってなったら、はい、もしかしたらこの辺でおーっていうのもまあ違うけど、はい、ちょっとのスタイルはじゃあどちらかというとカラーメインで痛んだところを切りながらインスタゲしていく。そうですねで、はい、お願いします。アシスタントのレオです。もう撮ってる？うん、撮ってるよ。初めましてって感じ。緊張した。美容学校からのお友達です。失敗できないね、今日。そうだよ、前回と前々回のカラーをお願いしたんだよね、カラーモデルとして。その時にとても素敵な色にしていただいたので、カラーモデルまだ募集してるので、よかったらぜひ、ね、インスタグラムも貼っときます。すごい、初めて触ったこんだけ。結構テロンテロン、結構行きましたね。事件事件、今カラー剤をね塗っていただいたんですけど、張り裂けるほど頭皮が痛い。ブリーチの100倍は痛いかもしれない。いつもなの。あの、我慢。すごい、うん、すごい、すごい、ありがとうございます。もしよかったら一周撮っていただいてもいいですか。果たしてあなたって、きっといいと思います。素敵、ありがとうございました。素敵な髪型を作ってくださりありがとうございます。美容室終わりました。素敵じゃないこの色、大満足なんですけども。アルティファータ寺島さん、レオ、ありがとうございました。ズッチの休日の過ごし方なんですけども、大体美容室行くときは、まあ、朝が多いんですよね。朝一で行ってから、でその後はお友達とその後ご飯行ったりとか、お昼でカフェ行ったりとかするんですけども、今日は午後の2時からだったので、もう今夜の7時、8時ぐらいです。こんな感じでズッチの1日は終了です。あとはもう帰るだけなので、これにて終了いたします。ありがとうございました。では本日の動画が面白いと思いましたら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。あと SNS のフォローもお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。バイバーイ。